それではトップバッターどなたから参りましょうか。あ、どうしよう、行ってみようか。じゃあ僕が、屋敷さん参りましょうか、はい、それでは第1問は24歳美容師の方がお酢を感じたエピソードです。 VTR お酢出し。何でもうまいね、押し出しみたい。お前のそういうところ直した方がいいよ。あんたに言われたくない。揉めとんな。喧嘩してん。最近彼氏と喧嘩ばかり、全然うまくいってない。そんな恋の悩みを聞かせる相手は幼馴染の健太。あいつ私のこと全然わかってくれないの。本当少女だな。ああ、そんなに怒るなよ、だってどうすればいいの。へこむ。そうだね、小さい頃からの付き合いだから、これまで男として見たことなかったけど、この後の健太のある言葉にオスを感じてドキッとしちゃった。オス出し、オス出し。さあ屋敷さん、ちょうどいいオスを出してください。子供の時はよくお前と俺も喧嘩したけどさ、大人になってお前と喧嘩してる彼氏がちょっと羨ましいよ。それでは女子の皆さん、判定をお酢じゃないのかな、お願いします。お酢だ、お酢。あー、お酢じゃない。お、ゆきひろさんがちょうどいい、私という結果になりました。さあ、まずは別室の皆さんに聞いてみましょうか。全員お酢を感じないでしたが、感じてない顔してるわみんな。なんかありきたりな感じがして一番ついちょっとありきたりだった。私もオスを感じないなんですが、ぶん殴ったのかもしれない。オスの力で。でも本当にそれぐらいの方がオス感じるなっていうところはあって、もっと俺のところに来いよみたいな、そういうのが欲しかったんです。確かに、だからもっと行った方がいいんだ。はい。さあ、そんな中、ゆきひろさん。私の場合はあくまでも好きなのは彼氏なので、うんうん、ぐいぐい来られすぎても。ちょっとどこのポジションを狙ってるんだろうってちょっと思っちゃうので、友達としてちょっとオスを感じるくらいがちょうどいいなと思いました。なるほど、もうちょっとだけ匂うくらいで、はい、続いてどなたが挑戦しましょうか。じゃあ僕行きますか。あら、有馬さん参りましょう。有馬君のお酢味は今の意見を聞いてですけど、うん、はい、はい、それでは有馬さんの挑戦です。最近彼氏と喧嘩ばかり、全然うまくいってない。そんな恋の悩みを聞かせる相手は幼馴染の健太。男として見たことなかった健太の言葉にオスを感じてドキッとしちゃった。そんなに腹立ってんなら俺のこと殴ってストレス発散しろよ。うわっ、お前相変わらず弱えな。はい、オス感じない。スタジオも全員オス感じないでした。オス出しすぎでもない、出しすぎでもないってことです。じゃあオスなだけやねん多分。 もはやその発言がちょっと意味わからなすぎて。さあ、そしてスタジオもゆきひろさんも私もオス感じないだったんですが、はいはい、話が脱線しすぎというか、なんか共感とかこうアドバイスを絡めたオスを感じたかったかなと思いました。はい、ちょっとなんかふざけてる感じが、うん、そうなんですよ。続いてどなたが挑戦しましょうか。ジャンさん行ってもらうじゃん。じゃあ行きましょうか、はい、ジャンさん参りましょうか、はい、それではジャンさんの挑戦です、はい、最近彼氏と喧嘩ばかり、全然うまくいってない。そんな恋の悩みを聞かせる相手は幼馴染の健太。男として見たことなかった健太の言葉にオスを感じてドキッとしちゃった。一旦何もかも忘れてさ、今夜過ごしてみる。嘘だろ。YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。